演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ローソンセレクト淡麗コク塩ラーメンを食べたいと思います。担々麺とか豚骨醤油ラーメンを食べたんですけど、今回は塩ラーメンです。しかし塩ラーメン自体あんまり食べる機会がないんですよね。自分どうしてもお醤油とか豚骨とかに行っちゃって、味噌とじゃって、なんか他に比べると地味っていうか、何気にディスってますね。まあそういうのは学部は一見にしか食べてみますか。それではいただきます。さっぱりはしてるんだけど、この味はラーメンというよりもな気もするな。塩味なので全体的にさっぱりとした味付けで、ラーメンというよりはどっちかというと焼きそばに近い印象がありましたね。なんでだろう、塩という部分で勝負しすぎたから塩焼きそばと重なっちゃったのかな。でも野菜もシャキシャキしていて、あっさりいただくことができて美味しかったです。ただやっぱり味噌や担々麺、豚骨などを食べるとちょっと地味な感じが否めないので、まあそれがいいのっていう意見もあるんでしょうけど、自分はこちらのテストさせていただきます。重さの中では埋もれちゃうな。それでは、こぞ今年7周年を聞いていて、本当に7周年迎えられたのかな、なんか実感ないけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。